取ったボールは慌てずに胸を合わせてつなぐこと。あと45分勝つかどうかは俺たちが握っているぞというロアッソ熊本大木武監督。左足狙ってきた、決まった。エリア外からのシュート、熊本2点目。杉山51分、後半の6分、2対0熊本追加点を挙げました。もうここ三島選手のまずサイドへの深いランニングですよね。ここで1回起点となって、ここで杉山選手受け直して、ワンツー2回入ってるんで、まあ、ディフェンスとしては非常に難しかったですね。ただ、まあ、杉山選手も非常にここ得意なエリアなので、まあ、1本目は浮いてポストバーに当ててるので、次は低くて速いシュート、本当、まあ、その前1本前のシュートが非常にいい判断材料になったんじゃないかなというシュートですね。